はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日はですね、フィギュアスケートの大会で同点だった場合どうなるのかっていうことについてお話ししていこうと思います。まあ、基本的にフィギュアスケートの現状のルールですと、2人以上の選手が同じ点数に収まるっていうことは、起こりにくいことではあるんですけれども、稀にですね、全く同じ点数が出てきましたっていうケースがあるんですね。中でもですね、ショートとフリーの総合得点が全く同じだった場合、その場合はどういうふうに順位が決められていくのかっていう、そういったところのルールを知らない人って、意外と少なくないのかなというふうに思います。そこでですね、今回はフィギュアスケートの大会で同じ点数が出てきた場合、一体どういう風に順位が決められていくのかっていうところのお話と、過去の大会で実際に同点になったケースっていうのが存在するんですね。なのでその時の大会についてお話ししようと思いますので、ぜひ最後まで見てってください。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、それでは早速やっていこうと思うんですけれども、まずは同点だった場合の順位の決め方についてお話ししていきます。ということでね、基本中の基本なんですけれども、フィギュアスケートはショートプログラムとフリースケーティングの総合得点が高い順に1位2位3位というふうに順位が決まっていきますよね。なので、仮にね、ショートプログラムの点数が、全く同じの同点であったとしても、フリースケーティングの点数が違ってくれば、必然的に総合得点も差が出てきますので、普通に順位っていうのが分かってきますよね。反対にフリーの点数が同じだったとしても、ショートの点数が違ってくれば先ほどと同様に普通に順位が分かりますよね。なんですけれども、ショートとフリーの総合得点、この点数が全く同じの同点だった場合、順位がどうなるのかって皆さんご存知ですか？はい、実はですね、この場合はフリースケーティングの得点が高い方が順位が上になってきます。なんでかっていうのは正直わかんないんですけれども、大方フリーの方が全体の得点を占めるこの割合が大きいからっていうような理由な気はしますけれども、とにかくですね、総合得点が同点だった場合っていうのは、フリーの点数が高い方が最終順位が上になります。で、ここからですね、もう一歩踏み込んで、ショートとフリーそれぞれの点数が全く同じだった場合、この場合はフリースケーティングの演技構成点が高い方が順位が高くなります。で、さらにさらに、ショートとフリーの点数同じ、なおかつフリーの技術点と演技構成点の点数も同点だった場合、この場合はショートプログラムの技術点が高い方が順位が上になります。フリーは演技構成点で、ショートは技術点。そう、ちょっとややこしいんですけれどもね。補足しておくと、そもそもですね、ショートプログラム終了時点で同点だった場合の順位っていうのは、今言ったようにね、技術点が高い方が上の順位になってきます。そしてショートとフリーの点数が全く同じで、なおかつショートフリーそれぞれの技術点と演技構成点が同じ点数だった場合、ここまで来てようやく最終順位は引き分け、つまり同順位というふうになってきます。ややこしいですし、実際ですね、ショートとフリーの点数が同じで、技術点と演技構成点全部もろもろ含めて同点ですよっていうケースは、少なくとも僕が認知してる分には、未だかつてそういう事例ないはずなんですけれども、万が一そのようなことが起こった場合っていうのは、今説明したようなルールに従ってね、順位が決められていくっていう風になっております。こんな感じで同点が出てしまった時に、どういう風にして順位が決められていくのかっていうところを押さえていただいた上で、ここからはですね、実際に同点が出た時の試合っていうのを、いくつか見ていこうかなという風に思います。まず最初は2008年全米選手権男子シングルのエバン・ライサチックとジョニー・ウィア、これ結構有名ですよね。この時全米王者の座をかけて争っておりました、ライサチックとジョニー・ウィアの両選手、ショート終了時点でですね、ジョニー・ウィアが 83.40 ポイント、ライサチックが 82.05 ポイントと、お互いね、まさに一歩も引かない激戦が繰り広げられておりまして、
まあ、フリースケーティングの方でも両者ともにですね、まあ、果敢に4回転ジャンプにトライしたり、まあ、その他のジャンプも、まあ、意地でも成功させるんだぞっていうその意思を感じさせる、まあ、気迫の演技を披露、まあ、その結果ですね、まあ、総合得点で両者ともに 244.77 ポイントっていう点数が出てきまして、全くの同点だったんですね。まあ、しかしですね、フリースケーティングの得点は、まあ、ライサチェックが 162.72 ポイントで、ジョニー・ウィアーが 161.37 ポイントっていうことで、ライサチェックの方が、まあ、フリーではわずかにジョニー・ウィアーの得点を上回っていたためですね、最終順位はライサチェックが1位、ジョニー・ウィアーが2位というふうになっておりました。まあ、由緒ある全米選手権という、まあ、大きい大会の王者を争う大会でですね、もともと2004年から2006年まで全米選手権を3連覇果たしていたジョニー・ウィアーと、そのジョニー・ウィアーの4連覇を阻止して2007年大会の王者になったエバン・ライサチェックは2008年大会でね、まさかまさかの同点だったっていうことで当時話題になったみたいですし、日本でもですね、バンクーバーオリンピック直前の世界丸見えテレビ特捜部っていうテレビ番組があったんですけれども、まあ、そこでジョニー・ウィアーの特集が組まれていた際にこの大会がまあ取り上げられたっていうこともあって、知ってる人もそこそこいるんじゃないかなというふうには思います。ちなみに僕もその番組で同点だったことを知ったんですよ。はい、続きましては2018年ピョンチャンオリンピック女子シングルのアリーナ・ザギトワとエフゲニア・メドベージュアですね。この時はですね、お二人のフリースケーティングの得点が全く同じ点数 156.65 ポイントっていうことで同点だったんですね。まあ、ただこの時は、まあ、ショートプログラムの点差ありましたし、まあ、あったって言っても 1.32 ポイントとかなんですけれども、まあ、それがそのままその総合得点の点差となって出てきたのもあって、まあ、フリー同点っていうのはあんまりフォーカスされてなかった印象ではあります。で、まあ、同点だったフリーの点数なんですけれども、技術点はザギトワ、演技構成点はメドベージュアの方が高くなっておりまして、フリーが同点の場合演技構成点が高い方が上位になるっていうことで、フリーに関してはメドベージュアに軍配が上がったというような感じになっております。実はですね、日本国内でも同点になったケースっていうのはありまして、例えば2012年の全日本選手権の男子シングル、こちらに出場しておりました田中圭司選手と佐々木昭夫さんが総合得点 208.52 ポイントっていうことで同点だったんですね。ただですね、フリースケーティングでは田中圭司選手の方が点数が高かったっていうことで、最終順位は田中選手の方が上に来ておりまして、田中選手7位、佐々木昭夫さん8位というふうになっておりました。まあ、あと一つ、これ個人的に、まあ、さっきの全米選手権並みにまあおもろい事例になるんですけれども、まあ、実はですね、今シーズン2020-2021シーズンの全日本選手権の予選にあたる、まあ、とある地方ブロック大会で、まあ、実際に起こったことなんですけれども、なんとですね、ショートプログラムで24位で同点になった選手っていうのがいたんですよ。これどういうことかわかります？これですね、ショートプログラムに出場されていた選手っていうのは、まあ、そのカテゴリーでは40名ちょっといらっしゃいまして、まあ、そのうち上位24人がフリースケーティングに進出できるんですけれども、フリー進出ラインギリギリの24位に2人の選手が同点で入ってきたと。で、しかも動画前半に説明したと思うんですけれども、ショートプログラムが同点の場合は技術点が高い方が上の順位になるんですね。なんですけれども、このお二人はなんと技術点も演技構成点も全くの同点だったんですね。めちゃくちゃすごい偶然じゃないですか。で、結局翌日行われましたフリースケーティングには1位から23位の方と24位になった2名の方の合計25人の選手がフリースケーティングに進出したんですね。これ25人がフリーに出るっていう、まあ、めちゃくちゃ異例というかすごいレアケースだと思うんですけれども、奇跡のような出来事が起こってましたっていうようなお話でございました。という感じでいかがでしたでしょうか。まあ
僕自身が、まあ、同点になったケースっていうのを、まあ、そんなに把握してなかったんで、まあ、紹介した数って少なかったんですけれども、まあ、もしね、あの他の大会で、まあ、こんな時もこの選手とこの選手が同点だったよっていうところがもしありましたら、ぜひね、あのコメント欄とかで教えてください。そんな感じで、まあ、このチャンネルではですね、フィギュアスケートに関連する動画いろいろ出してますんで、また興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もやっておりますんでね、まあ、ぜひそちらもフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。